バイクのレンタルに乗ってみました。ここはブルックリンのキャロルガーデンを走っております。日本と違って自転車レーンがちゃんとあるのでとっても、走りやすいです。Remember the yard behind the pub where we'd run and play. Yeah, well. Hi. 夜の自転車も超楽しいです。しかもこのタイムズスクエア付近をですね、自転車で走るというのはとっても新鮮です。超便利。ただトラックには気をつけてくださいと書いてあります。トラックとの間には結構スペースを空けて走ってくださいということです。自転車でウィリアムズバーグブリッジを渡りたいと思います。 Let's go! Never knew what I wanted beforeThe past. You gotta take what you got. 中間地点までやってまいりました。いや、これから橋を渡るって感じなんですけれども、とっても綺麗な景色です。さあ、バイクちゃん頑張るよ。みんな頑張ってます。ハローハーイ Go for it!イエーイ、楽しいね、みんなあんな感じで。じゃあ私もレッツゴー。 M トレインが走っております。そしてみんな超飛ばしてます。そして私の目の前にはマンハッタンが広がっております。 Maybe this time I seize my destiny.下り坂になります。景色に見とれて事故らないようにしてくださいね。本当に素敵な景色です。さあ、ウィリアムズバーグブリッジ無事降りました。そしてのんびりはしていられません。シティバイク30分以内に返さなきゃいけないので返しに行きます。無事30分以内に戻ってきました。そしてこのシティバイクをですね、この駐輪場に思いっきり返します。このぐらいやらないとダメです。そしたら、あ、なんか赤くなっちゃって。一回、せーの、これで返却完了です。30分以内です。皆さん絶対それまでに返してくださいね。